女優のほか、骨髄バンクなどの活動や、ゲットインタッチの設立、活動など幅広い分野で活躍する女優、東千鶴さん。2020年に胃がんで緊急入院をしていたことも話題となりました。東千鶴さんの昔、若い頃を今現在の経歴、結婚、夫、旦那、子供はいるのか、母、英子、秀子さんについて、胃がんの話や女優、熊谷真実さんとの YouTube チャンネルについてなど、気になったので調べてみました。東千鶴さんのプロフィール、名前、東千鶴、東千鶴、本名、堀川千鶴、堀川千鶴、旧姓、東。出身地、広島県因島市、現尾道市因島。生年月日、1960年6月5日。年齢、61歳、執筆時、血液型、AB 型、学歴、広島県立因島高等学校卒業。関西外国語大学短期大学部卒業。職業、女優、所属、ホリプロ系列の、パオ。経歴、東千鶴さんは、1960年6月5日、広島県因島市、現尾道市因島に生まれます。子供の頃は、日本舞踊、書道、そろばん、オルガン、英会話と多くの習い事をしていました。中学生時代はテニス部、生徒会で活動していました。短大を卒業後、一時期は、ソニーグループのソニー企業株式会社、ソニービル運営、イベントプロモーション、ショールーム運営等に就職します。大阪の支社にすごい美人がいる、と、系列会社や取引先の間で評判となり、主に新商品の発表会といった得意先や一般消費者を相手にするときの説明をするコンパニオン的な業務を担当しました。25歳の頃、芸能界で本格的に活動をするため退職。その後、バラエティ番組のアシスタントなどを経て、1987年テレビ朝日、金子信夫の楽しい夕食で初代アシスタントを務めます。その後は俳優の仕事へシフトします。1989年から1990年、さすらい刑事旅情編、テレビ朝日などに出演。女優、司会、講演、執筆など多彩に活躍し、骨髄バンク、ドイツ平和村、障害者アートなどのボランティア活動も約30年続けています。2012年に一般社団法人、ゲットインタッチを設立し、誰も排除しない社会を目指し活動しています。結婚、夫、子供は、東千鶴さんは、2003年に、2歳年下の堀川教師、堀川康さんと結婚します。当時、東千鶴さんは43歳、堀川大輔さんは40歳だったそうです。夫の堀川大輔さんは、和食店経営の仕事をしているとのこと。二人は約8年間、事実婚の状態でしたが、2003年に晴れて結婚します。2009年、サプライズ挙式をして話題となりました。東千鶴さんは、2012年3月29日発売の女性セブンで、夫の堀川大輔さんが難治病と戦っていることを明かしています。2010年夏、堀川大輔さんは、ジストニア形成射形という難病を患っていることが判明します。ジストニア形成射形とは、自分の意思とは関係なく筋肉が収縮するジストニアが首や肩に生じたもので、頸部ジストニアとも言うそうです。首の筋肉が異常に収縮し、頭が傾いたり前後左右に動いたり、肩こりや頭痛などの症状が起きるのだそうです。明らかな原因は不明だそうで、国から難病指定されています。患者層は主に30代から50代で、ほとんどが50歳未満で発症するとのこと。海外では女性に多く見られるが、国内では男性患者の方が多いとされています。体調に異変を感じた堀川大輔さんは、病院に診察に行くものの、なかなか原因を突き止めることができず、病名がわかるまでに1年もの期間がかかったのだそうです。
2021年現在は、治療やリハビリの結果、車椅子の生活で、長距離の歩行は困難ですが、車は運転でき、ゴルフもカートに乗ってなんとかできるようになっていると、2021年7月に出演した、徹子の部屋にて話していました。子供、東千鶴さんに子供はいるのか、調べてみましたが、妊娠や出産などが報じられているような記事は見つかりませんでした。東千鶴さんは、2020年に、結婚25周年を祝って、夫、堀川大輔さんと夫婦で記念写真を撮ったのだそうです。結婚、とは、一緒に暮らし始めて25周年とのことだそうです。銀婚式のお祝いは特に考えていなかったそうですが、友人がセッティングしてくれて記念写真を撮ることになったのだそうです。G1 ページ、東千鶴さんの母、恵子さんについて&胃がん治療や現在の活動についても。母、東千鶴さんは、2020年1月29日放送の徹子の部屋に、81歳になる母、恵子、秀子さんと出演し、10年ぶりの親子共演をしています。番組では、今でこそ、理想の親子、な二人ですが、父亡き後に3年間の確執があったと告白。自分の生き方を子供や孫に押し付けていた母に、東千鶴さんは反発したと言います。二人で生き直しを決意し、1年間のカウンセリングを受けたのだそうです。母、英子さんは、週に一度、自宅で着付け教室を開いているそうです。東千鶴さんは、2021年7月に出演した、徹子の部屋で、母、英子さんは2020年に世界一周の旅に行く予定でしたがコロナ禍で行けず、今は旅行の準備のために、体力づくりを頑張っていると話していました。いつも新しいことに挑戦している人だと、東千鶴さんは言っていました。胃がん、東千鶴さんは、2020年11月、胃がんの緊急手術を受けています。2020年夏頃から、胃の痛みを時々感じていたそうですが、コロナ禍で院内感染や医療従事者への負担を気にして受診を控えていたそうです。しかし、2020年11月に黒色便や嘔吐の症状が出て、病院を受診。受診時にすぐ入院手続きが行われ、そのまま1週間の入院となりました。胃潰瘍で出血しており、内視鏡で縫う手術を受けました。退院後2から3日後に病院から連絡があり、初期の癌だということがわかります。入院時に、99% 良性だろう、と言われていましたが、検査の結果、癌と診断されたのだそうです。治療は、内視鏡的粘膜下層剥離術を選択。2021年2月に、10日間ほど入院して、無事、仕事復帰を果たします。病気後は、2020年11月から禁酒して、健康的に過ごしているそうです。野菜を摂ったり、料理をしたり、今が一番健康的な生活をしていると、2021年7月に出演した、徹子の部屋で話していました。現在、東千鶴さんは、30年来の親友である女優の熊谷真実さんと一緒に、2020年11月23日から YouTube チャンネルを開設しています。熊谷真実、東千鶴の爆笑人生、クッキングでは、二人でおしゃべりしながら料理を作ったり、台本なし行き当たりばったりでの動画配信をしているとのこと。また、東京2020日本フェスティバルの一つとして、まぜこぜアイランドツアーという映像作品の総指揮を担当して、台本書きや音楽選び、衣装デザインなどを手掛けているそうです。まぜこぜアイランドツアーは2021年8月22日から世界配信されるそうです。という、講演、執筆や、ゲットインタッチでの活動と、幅広いジャンルで活躍を続ける東千鶴さん。これからの活躍もとても楽しみです。以上、女優の東千鶴さんに、